よろしくお願いします。お願いします。お願いします。来ました、ありがとうございます。ナイプありがとうございます。ありがとうございます。では改めて、はい、じゃあ お一人ずつ、はい、よろしくお願いします。はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかね、僕が、はい、校長に黒板で振られると思わなかったんで、僕は緊張してます、先に言っときます。え僕は緊張してます。本当は今ゴリゴリに緊張してます。いや渋谷先生と安田先生はどうですか。メチバるよな、俺たち。メチバってます。メチバっていきましょうよ。はい、いや嬉しいですね。しかも、はい、お二人ね、はい、初来校ではないんですよ。はい、渋谷先生はスマホロックス内のブルエンロックスにサプライズで登場されまして、はいはいね、柳沢先生は未確認フェスティバルの初代グランプリアーティストのシャウト・イット・アート先生が生放送教室で来校した時にメジャーデビュー曲のプロデューサーを務めたということで、その時もサプライズで、そうですね、二人ともサプライズで、はい、来てくれたっていう、はい、なんかそういう好きなんですか、はい、サプライズは。別にね、我々が選んだ道ではなくて結果的にそういう扱いになってしまっただけであり、すごい、俺本当はねちゃんと出たかったんですよ。本当ですか。いやすごい極上のエンターテイナーかと思います。違います違います。なるほど、サプライズサプライズ。でも今回は、はい、ちゃんとゲスト講師として来ました。2時間渋谷先生、はい、柳沢先生として2時間授業の方をよろしくお願いいたします。どうですか今のお気持ちは。いやね、もうそういう要因でしか見られてないと思ってたので、ね、こうやってちゃんとね、先生として2人で呼んでいただけるっていうのはとっても光栄ですね。嬉しいです。嬉しいです。はい、先生どうですか。そうです、本当に今このブルーエンロックスだったり、まあ、僕もシャウト・イット・アウトの時だったり、はい、まあ、その同い年だったり後輩というかね、年下のバンドのサプライズだったので、はい、なぜ僕たちは呼んでいただけないんだという思った、ね、気持ちはこうずっと思ってたので、はい、ようやく今日来させていただいて本当に嬉しいですね。はい、わーよかった、うん、僕らもでも待望です。本当に嬉しいです。だから嬉しいです。だから僕は緊張してますよ結構緊張してる。最悪助けていただくパターンもあるかもしれないので何もできませんが、僕もそうだった時は本当に何もできない時間が続くということになる。もう4人めちばって終わる。いやだめだめ事故です、はい、楽しみですけどね、はい、2時間よろしくお願いします。お願いします。お世話になります。それでは、はい、生徒が集まってまいりました、はい、スクールオブロック今夜も開講です。起立。書き込み紹介します。大阪府12歳男の子、ラジオネーム空飛ぶチョコドーナッツ。好きなことに捧げている時間が人生のハイライトということですね。スーパービーバー先生生放送教室いつか来てほしい。これは嬉しいですね。じゃあね、はい、じゃあ空飛ぶチョコドーナッツも一緒に挨拶しよう。じゃあスーパービーバー先生も一緒に挨拶、はい、よろしくお願いいたします。行きましょう。で叫べ、スクールオブロックハイライト、はい、人生のハイライトがあるじゃないですか、はい、やっぱり各々の様々な人生は。でも僕もこれ何回も聞かせてもらったんですけど、自分のハイライトはいつもなんか悔しくっしょっていうやつ、何回も聞いたんですけど、何回もあなた悔しかったなみたいなやつがバーって出て蘇ります。でそっからなんかこの野郎クソッタメで立ち上がるみたいな映像がすごい前向きなところもあるのに、バンバンそこが俺の人生のハイライトはやっぱそこなんだなっていう、なんかすごい改めてきっかけが浮かびました。ありがとうございます。素敵な、そこ好きなんですよ。今のこのキュンところになって一回落ちるところが、僕これはすごい立ち上がってる感があるんです。あ、なるほどなるほど。なんか走ってる最中、はい、息切れしてるような、はいはいはい、止まってうわー。だから僕も校長と同じ感じです。うわーみたいな心の叫びみたいな感じですね。聞いた、本当に受け取った感じは嬉しい。嬉しいですね。スーパービーバー先生ハイライト以上。さあスーパービーバー先生、東京 FM から全国38局をネットしてお届け、未来の鍵を握るラジオの中の学校、スクールオブロック校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の小森です。さあ今夜の生放送教室にはスーパービーバーボーカル渋谷龍太とギターの柳沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
やっぱり僕ちょっと緊張してたのかの以上って言ってしまいましたけど、うん、思いましただってなかなかないですよ、生放送中に台本なくしてちょっとあっどうだろうってなるのちょっと思い出しすぎてやっぱハイライトで分かりました前のみになりますよね聞いててなりましたということでね、はい、今日はスーパービーバー先生の中から代表したお二人が来校ということで、はいはいはい、ベースの上杉先生もドラムの藤原先生も聞いてくれてるんですかね、はい、聞いてると思うんですけどねもうこれ聞いてなかったら大問題ですからね届いてますか？届いてますか？おそらく届いてると思うんですよね。しかもあれですよね。ドラムの藤原先生はい、年齢が真ん中で、俺びっくりしました。マジでその柴先生が、はい、ツイッターで、はいはい、書かれてましたね。その脱退しますみたいな。そうですね。はい、マジと思って。すごく残念なお知らせだったんですけど、藤原31歳が脱退して、32歳弘明が加入するという。マジで俺心臓ドキってなった俺。上から読んだ時に。でも分かります。僕ももうずっと言ってたじゃないですか。スーパービーバー先生が来校、うん、来るぞ来るぞと。うん、やば、怖ってちょっと思いましたもんね。大丈夫か、こんな大事な時にと思ったら、そういう嬉しい報告だったっていうね。やっぱりサプライズが大好き。みんなして大好き。あ僕、しかも、多分同い年32なんです。あ、じゃあ一緒ですね。だから嬉しいっていうのもあります。その分、やっぱ、同じ時代の感覚で生きてきての、この曲なんで、やっぱ歌詞がときますけれども。そしてね、なんか今はこう、僕らがスーパービーバー先生が来るぞ来るぞって言って盛り上がってる話をしてたんですけど、はい、先ほど挨拶の時に読んだ書き込みが、はい、4月30日にハイライトを流した直後に届いた生徒からの書き込みなんですよ。嬉しい。なのでこれ今日の書き込みじゃないんですよ。まだ決まってない。1ヶ月以上前に初おろしでかけた時にもうすぐ人生のハイライトってことですかってこう言ってくれてる。いや嬉しいですね。これ感想素晴らしいですもんね。確かに。いや奮い立つっていうこともそうだし、はい、端的に言ってこの好きなことに捧げてる時間が人生のハイライトって言えちゃう12歳って何って思うすごいっすよね。すごい12歳なんですよ。そんなことあるんだと思って。でもだからこうスーパービーバー先生の曲がこうスクールブロックの生徒には本当に届いてるなっていうのが、うん、ちょっと書き込みでもね、はい本当にかけさせてもらってますし、どうもこいつマジで嬉しいと思うんですよ。いやそうですね。聞いてるんで絶対その後もチョコドーナッツが、ね、届いてるか届いてるか、ね、ドキッと おかげで出られてますからね。いや確かに本当にようやくですよ。僕ら売っていただいて本当に嬉しい限りです。嬉しいですね。そんなねスーパービバ先生は、はい、今年4月に結成15周年、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。15周年ですか、うんね、まさかこんなにやると思ってなかったです、ね、本当に思ってなかったです。どっちですか、15周年の節目は振り返ると早いですか、はい、長いですか。ね、日によって違ったりしますね。あなるほど。早かったなって思う瞬間もあれば、15年前のことを考えるともうそんなにやっぱり随分長いことやってるなって思う瞬間もあるし、もうなんか思う節々でね結構思ったりすることが違いますね、あなるほど、はい、こういう4月はもうやっぱ15周年ってことで、まあね今こう、はい、なかなかねみんなで会ってそうです、ね、ワーッとはできなかったですけど、やっぱ、はい、メンバーのみんなと会ったの。そうですね、それこそリモートでしたけど、そうですよね、もう気がつけば、はい、15年だねなんて言って、はい、寂しいね会えなくてみたいな。そうですよね。ね、基本的に毎日会ってたんで、はい、ですよね、うん、でもなんかまあ心がつながってるっていうところがね、なんかこう僕は一応ねそういうグループではないですけど、まあまあそういう好きな、ね、ダンス好きのね音楽好きな仲間がここ背景にいるので、はい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 、でもスーパービバ先生はそのオンラインで発表となりましたけども、はいはい、このねメジャー15周年目で再契約と、そうですね、いうことで、これも改めておめでとうございます、はい、ありがとうございます。素晴らしい。再契約っていうことは、うん、一度メジャーから契約を、そうですね、はい、我々スーパービバ10年前に一度メジャーデビューを経験してまして、はい、その時まあ1年半な2年ぐらいでレベルから離れちゃうんですけど、そこからまあ10年間自分たちでレベル立ち上げたり、うん、インディーズで活動してたんで再契約という感じになりますね。それはすごい。こう俺こんなことあるのかという正直ないですよ ね。音楽業界の歴史から考えても それがやっぱグッとくるっていうことがありますけども、やっぱりその再契約するまでのこの日々っていうのは、うん、やっぱり心境的にはどういったものが
ました。楽しかったよね。楽しかったっすね。だから本当に、まあ、10年前、2009年にメジャーデビュー1回して、うん、で10年、11年ぐらいでもう辞めてたんですけど、うん、はい、そこからのことを考えると本当に昔のようにも感じるんですけど、なんか一つ一つ自分らでこう、まあ、改めて自分たちだけで CD を作ってみたりとか、自分たちだけでツアーを組んで回ったりとか、そういうのいろいろやってたんで、本当にあっという間っちゃあっという間でしたし、でも本当に今渋谷が言ったようにものすごくずっと楽しかったような気がしてますね。それのワクワクというか楽しさで駆け抜けて、でも、発表の時にそれこそメンバー4人ですけど、お二人で、そうなんですよね、だったじゃないか、もう史上最悪の発表だって、史上最悪の間で、はい、タイミングで、はい、状態での発表だったので、はい、あれもでも、はい、本当におっしゃられてましたけど、らしさというか、そうですね、あれを発表した時に、コメントを僕も見たんですけど、はい、ありがとうございます、あれがおめでとうがもう見えないぐらい、ぐわーっと、ね、上に上がった時の、渋谷先生のね、背中の男泣きが俺ね、グッときたよ、マジで恥ずかしい、そうだったんですよね、実はね、グッときましたね、はい、あれはだからやっぱみんなファンの方もやっぱり、もう嬉しくてお祝いという意味での、あの見えないおめでとうだったんです、そうですね、本当にたくさんのね方がこう待ち望んでた中ですが、来週6月10日ニューシングル、ハイライト、一人で生きていたならばをリリース、ありがとうございます、ありがとうございます、やったぜ、このね、はい、曲の話は後でたっぷり聞かせてもらいます、はいはい、ということで、改めて、はい、本日は2時間、よろしくお願いします、お願いします。スクールオブロック、ブルボンがお送りします。吉田鋼太郎です。ブルボンプチシリーズからビッグなお知らせです。なんと皆さんご存知の可愛いキャラクタープチクマの LINE スタンプを無料であげちゃうキャンペーンを実施中です。女子高生からおじさんまでみんなでダウンロードしてね。プチはビッグにブルボンプチ。いいか、これからだ。お前の代わりは誰もいない。欲しければ自分で取りに行くしかないんだ。さあ取りに行け。はい。資格は自分で取るしかない。技能講習と運転免許は中央バス自動車学校。2018年9月6日北海道胆振東部地震。あの時みんな思ったはず。懐中電灯を用意しなくちゃ、ラジオを用意しなくちゃ、水も買わなくちゃ、ストーブを用意しなくちゃ、食料は買わなくちゃ、カレー用意しなくちゃ、あのやらなくちゃは今どうなっていますか。災害は忘れた頃にやってくるから、やらなくちゃはちゃんとやらなくちゃ。エシンジャパン、愛の名の福山雅治です。毎週土曜はお昼にラジオ、僕のトークにお付き合いしてください。音楽の話、プライベートの話、リスナーの君の仕事の話、学校の話、恋の話、何でも君と本音でトーク。ゼロじゃないんだ。放送中はハッシュタグ福のラジオをつけてつぶやきつつ楽しんでくださいね。詳しくは番組のホームページをご覧ください。福のラジオは毎週土曜午後2時スタートです。東京 FM から全国38局へ向けて授業中、未来の鍵を握るラジオの中の学校、スクールオブロック、校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の小森です。さあ今夜の生放送教室には、はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太とギターの柳沢です。お願いします。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。お世話になります。静岡県18歳女の子、ラジオネームベンガルトラとたこ焼き。ベンガルトラとたこ焼き。渋谷先生、柳沢先生、はい、ずっとライブをしてくるのを待ってました。2人の声やっぱり大好きです。あらら、やっぱ嬉しい。岐阜県16歳女の子、ラジオネームセント千尋。渋谷先生、柳沢先生、生放送教室にビーバーがいる、叫べ言ってる、曲流れてる、わーまとまりがない。まとまりはない。かわいい。
テンションがもうね、爆上げですから。大体叫んでる。いや、いいですね。嬉しいですね。だからやっぱ今日の格好をざっと見てると、やっぱこう20歳以上、だから20代の生徒とかも、やっぱ多く格好にしてる。なるほど、なるほど。やっぱ久しぶりにね、スーパービバ先生が来るということで、やっぱラジオ聴くっていう子たちが入るんで、嬉しいですね。嬉しいですね、本当に。初日通りに行ったと思います。そのスーパービバ先生は来週6月10日にニューシングル「ハイライト一人で生きていたならば」をリリースということでお願いございます。ありがとうございます。いいですか、ごめんなさい、校長。何ですか、マジで、本当お願いしますよ。いや、もう僕もテンション上がっちゃった。生徒に、嬉しくて、ね、大きい声出していってるもんじゃないからね。せっかくね、お祝いしていただけるのはちゃんと聞きたかったですけど、惜しかった声だから、本当にニューシングルおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。そのニューシングルですけども、前作から約1年7ヶ月ぶりのニューシングル、ハイライト、一人で生きていたならばの両 A 面シングルと、いうことですけれども、ちょっと僕らはもう事前に CD、いただきまして、ありがとうございます。歌っていただきまして、先ほどもかかりましたけど、ハイライトも、本当にね、もうあいつが人生のハイライトと言ってくれてましたけど、僕は本当にやっぱり悔しいっていうのがあって、一番最初に出てきて、なんかすごい、なんていうんですかね、その時思い出してまた頑張って走り出せるみたいな気持ちになって、そのスーパービバ先生的にはこのハイライトっていうのはどういった思いで作られてるんですか。そうですね、本当に今校長がおっしゃってくれたように、やっぱり自分たちもそのメジャー一度デビューして、でそこを離れてとかっていうことも、自分たちで振り返っても結構いろんなことがあったなと、別に自分たちが特別いろんなことあったとは思わないですけど、やっぱり自分たちなりにはいいことだけじゃない、結構悔しい気持ちみたいなのもやっぱり結構経験してきたなと思っていて、で、この15周年っていう節目だからこそというわけではないですけど、なんかこうそういった一個一個もやっぱり今につながってるなと思えることが年々増えてきてる気がしていて、その瞬間瞬間どうしても悔しい悔しいっていうのが強かったりもするんですけど、そこからでも頑張って進んでいると、なんかあれがあったからかもしれないって思える回数であったりとか、思えることがやっぱ増えてきてる気がするんですよね。やっぱこれはなんか一つ続けてきたからかななんていうことも思えるんですけど、なんかそういうこう人生の、まさに言ってくれてたような人生のハイライトになるような瞬間を、やっぱりこれから先も一つでも多く作っていけたらなんか素敵だよなっていうのを改めて思って、メンバーよりももちろんそうですし、こうやっぱ聞いてくださる方、ビーバー好きだよって言ってくれる方と一緒に、なんかこれからもっともっとそういう瞬間を作っていきたいなっていうのを、気持ちとして込めた一曲になってますね。だから15周年というこの積み重ねでその意味合いが変わってきますし、もっと重ねれば重ねるほどもっと魂が歌に乗るっていう。そうですね、なんかいろんな意味はこう意欲もこうどんどん変わってくるとは思いますよね。だからなんかこう今のお話も聞いて、やっぱ校長がこの曲聞いた時にこう自分の悔しい思いみたいなのがすごくこう重なるっていう風にも言ってたじゃないですか。で今やっぱこうコロナウイルスの影響で、なんかこう学校に行けなかったりとか、大会がなくなったりとか、結果より今までの経過が大事になってくる世の中の中で、やっぱいろんな思いを抱えてる生徒がこれを聞いて、悔しいでもいいですし、楽しいでもいいですし、友達のこと分かんないですよ、恋人でもいいのかもしれないですし、なんかそういった自分の思う何かっていうものがずっと繰り返されるような印象を僕も受けたので、なんか本当になんかこう今聞いてるこう生徒に届けばいいなって、なおさらお話を聞いて思いました。いや嬉しいですね、めちゃくちゃいい感想、ありがとうございます。本当に野崎さん素晴らしいんで、あと僕らの方が喋りすぎてるっていうのでちょっと反省はしましたね。そのもう両 A 面なんで、一人で生きていたならばも僕ら聞かせてもらいましたけども、嬉しい。これも本当になんかもう抱きしめられました僕。すごい。抱きしめられてなんか志和先生がこう歌って、なんか自分に向けて歌ってるみたいな歌詞なんですけど、なんか自分に向けてこう確認するかのように歌ってくれてるんですけど、聞いてる僕がなんかすごい壮大な感じで抱きしめられてる感覚に陥ったんです。
それは何でかは分かんないです。もう感覚なんですけど、まあ、受け取ったってことですもんね。になったんですか、自分をこう鏡というか映し出した感じの感覚になったんですかね。でもこれってやっぱり、まあ、楽曲ができていく中で、うん、まあ、音ができて、はい、歌詞がついて、うん、まあ、いざこう柴田さんが歌うってなった時に、はい、一発目声を出す時とか、はい、曲レコーディングするとかなった時ってどんな思いが一番強かったですか。そうですね、やっぱりこのさっきも紹介していただいたんですけど、はい、自分たちのこう歴史上、早い段階でメジャーデビューをして、でその後1年半で落っこしてるっていう、いわば人生においての一個の挫折だし、割と自分の中で大きな罰がついたなっていうふうに思ってたんですよ。でもやっぱりその悔しい気持ちだったりっていうのが、あのその時で終わらせてしまったらやっぱ悔しいまんまだし、でもその時に悔しい気持ちを抱いた中にも力を貸してくれた人とか、あの隣にいたくれた人っていうのはいるわけで、その人たちの気持ちまでそういうふうにしたくないなっていうのはすごく思ってたんですよね。だからそれを全部持って、いつになってもいいからどっかの未来で全部ひっくり返して、うん、あれがあったからこうなってるんだよねっていうような気持ちになれればいいなっていうのを思った時に、やっぱり自分 と、メンバー4人と、はい、でそれ以外の顔がすごくたくさん浮かんだ時に、やっぱりこう音楽をやったり、音楽に限らず生きていくっていうことは、やっぱり一人じゃ完結しないし、誰かがあって誰かがいてこその人生だったなっていうのを思いながらって歌いました。思いを全部、はい、みんなの思いをそれは息吸わないと思う。そうですね、この一人で生きていたいならば映画のね、はい、水上のフライトの主題歌ということで、そうそうそう、この映画もね本当にこのテーマに沿ったすごいこの歌がすごく押し出すようなね、背中を押し出すような歌になってて、すごいねもう最高なんですけども、あとねなんかもうこのちょっとこっち側になるんですけど、主題歌とかで流れた時嬉しくないですか。いやあの実は僕たちも映画の主題歌ってやらせていただくの初めてで、だそうなんですね。で試写会に招待していただいて、はい、まあ、4人一列並んでるんですけど、はい、こう流れた瞬間やっぱちょっと隣とか気にしましたもんね。わかります。どんな顔してんだろうなみたいな。流れてるメンバーはみたいなね。すごい嬉しかったけど、こう、うん、なんかこうニヤニヤする自分をむちゃくちゃ抑えるなんか自分がいましたね。ちょっと物語の延長で聞いてます。ありますよね、うん、じゃあちょっともうねこの一人で行きたいならばもう聞きたいんで、ちょっと渋谷先生、うん、はい、ちょっと曲紹介の方いいんですか。はい、よろしくお願いします。それじゃあ聞いてください。6月10日発売新しいシングル一人で生きていたならば。柳沢先生、はい、今の曲をもう作詞作曲されましたけれども、はい、どんな思いで。いやまあ本当にまあこのタイトルで一人で生きていたならばっていうタイトルをつけているんですけど、まあ本当にいろんなこう嬉しいことも悔しいことも、まあ時にはこうムカつくこととかね、やっぱりなんかこう一人きりで生きているとやっぱ発生する気持ちなじゃないんじゃないかっていうのはすごく思っていて、やっぱりこう悔しいとか悲しいとかって思った時に、まあ、例えば友達と喧嘩したとかなんかこう嫌なことが起きたっていう時に、なんかこう自分だけじゃなくって、まあ、それこそ家族がいたりとか自分をとこう仲良くしてる友達がいたりとか、なんかいろんな人の顔が浮かぶからこそより悔しかったり悲しかったりするのかなっていうのはすごくずっと感じてきていたことで、まあ、このスーパービーバーというバンドの活動においてもやっぱりこう一度メジャーを離れて4人でこう活動してる時に4人で躍起になって4人でやろう4人でやろうって思えば思うほどやっぱり4人だけで成り立つことなんて全然ないんだなっていうことをすごく感じて、で、まあ、僕らのこの歩みっていうのはそういう中で出会った人とこう紡ぎ上げてきた時間だと思っていて、やっぱり本当にいろんな人の顔が浮かぶというか、それっていうのは本当に嬉しいことだよなっていうのをなんか今一度声にしたくて歌にしたくて作ったのがこの一人で生きてたならばという曲ですね。なるほど。もう僕はもう本当にこれを聞いた時は夜、うん、僕はあの夜が大好きなんですけど、うん、夜、うん、走ってるイメージなんですよ。叫んでる、はい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 、大声で一人で何かを訴えてるっていうのがすごい自分の頭の中に一発目に思い描いたイメージなんですよ、うん、で、はいはいはい、まあねちょっとこう曲を聴きながらさっき話させてもらったんですけど、なんかこうドストレートじゃないですか、うんうん、言葉とかが。そうですね、うん、でしかもそういう繰り返しがあってみたいなところが、なんかそういう経験とか、うん、まあ今言ったいろんな感情にその言葉と何かっていうのでつなぎ合わさるっていうのを
聞いてすごく納得、あ、自分が思い描いた景色があれかっていうのがすごく納得で、ね、嬉しいですね。嬉しい、すいません、また僕が喋ってしまいました。めちゃくちゃ嬉しい、嬉しい。僕はもう本当先ほども言いましたけど本当ね、抱きしめられました。スーパービーバー、一人で生きていたならば。以上、愛の鍵を握るレイディオ、スクールオブロックと申します。スクールオブロック、心配しない。東京 FM から全国38区へ向けて授業中、未来の鍵を握るラジオの中の学校、スクールオブロック、校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の小森です。さあ、今夜の生放送教室には、はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。そんなスーパービーバー先生を迎えてお届けする今夜の授業テーマは、届けたいありがとう。ありがとうって思いは一人で生きていたら絶対に湧かない感情だと思う。今夜は生徒の君が届けたいけれども届けることができていないありがとうの気持ちを聞かせてほしい。照れくさくて言えないとか、伝える場所を失ってしまった、距離ができちゃったとか、きっといろんな理由があると思います。お二人はありがとうという言葉すんなり伝えられるタイプですか？私、渋谷は割と言えるタイプかなと思ってますね。どっちかって言ったら、うん、はいはいはい、もう正直にパッと、そうですね、あ、言えなかったなって思う瞬間もあったりはするんですけど、割と言う方かな。何でも言いますね。何、はい、でも言うか。気持ちいいな。気持ちいい、気持ちがいい。はい、山田先生はどうですか？そうですね、僕もあの言う方だと思います。だし、なんかこう言おうってすごく思った時期がありましたね。なんかやっぱこうね、脈絡を考えてしまうんですけど、今言ったらとか、はいはいはい、でもなんかそれをずっとモヤモヤって残るのがやっぱちょっと嫌だなって思うようになってきたというか、なんでできるだけ言おう言おうっていうのはそう思いますね、うん、なるほど。2人とももう伝えるタイプですね。でも生徒たちはね、届けたいありがとうがあると。もしもし、もしもし、今生徒の電話をただいま繋いでおります。繋いでいきましょう。声が届くか。もしもし。あ、と、今、ということでですね、今思いが、あ、もうすぐ繋がったかな。もしもし。思いが今溢れて、今受話器を持てない可能性が、そんなことが、そんなことも起こり得るんですよね。校長のもしもしを4度も無視したんですよ。あの、あるじゃないですか、電話って来ると、はい、うわ、一回こう伏せてしまう、あるあるパターン。それだ。びっくりして、あって、それだ。パターンは僕はしちゃうタイプ、はい、間違いない。それです、それです、それ、ね、それだ、あります、それだ。でもね、きっとね、次は繋がるはずです。5回目です。もしもし、もしもし、来た、来た。校長の坂田です。教頭の小森です。そして、はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。ギターの柳沢です。福岡県17歳、キジさんです。キジさん、よかった、繋がって。一回投げた携帯。俺がもし、もしもし言い過ぎたな、俺がな。キスさん、ありがとうな、電話。はい。今、17歳。はい。ってことは、学年は高3です。高3。高3ですよ。高3か。はい、今、部屋で、キスさんはこれ電話してくれてんの？はい。なるほど。早速だけどもね、その、はい、キスさんがね、誰かに届けたい、ありがとうが。あるんだよね。はい。それはさ、誰に対するどんな思いなの？私がありがとうを届けたいのは、うん、中学生の時、自分の副担任をしてくれていた先生です。うーん、副担任の先生。はい。それはどういった先生だったの？副担任先生。私が高校入学したての時に、うん、友人関係で悩んでたんですけど、うん、その時に相談に来てくれた先生です。あ、ずっと先生に相談してたんだ、その時に。私はその3年間、うん、高校のクラスが持ち上がりなんですけど、うん、入学したての時に、なんか友人関係ですごい悩んでて、うん、女子が少なくて、うん、女子が少なくて、うん、奇数メンバーになってしまって、うん、奇数がちょっと苦手で、うん、なんか一人自分だけ取り残されるんじゃないかとか、うん、そういう気持ちがあったりしたんですけど、うん、その時に
なんか誰かに打ち明けたいって思った時に思い出したのが、うん、その副担任の先生でした。その副担任の先生には、はい、キスさんはなんで副担任の先生に相談しようと思ったの？私がその中学生の時に、すごいその先生も一人一人の頑張りとか、なんか陰でなんかやってる頑張ってることとか全てちゃんと見てくれてる先生で、ちゃんと怒ってくれたり褒めてくれたり、よく自分のことも見てくれる先生だったからです。なるほどね。キスさんにとってすごくこう向き合ってくれてる感じがしたってこと？はい。ああ、なるほどね。その感謝の気持ちをさ、はい、伝えたいって思った時はあったの？キスさん、私はその悩んでる時に、先生に年賀状の住所を頼りに手紙を出したんですけど。手紙？はい、その辺に私はなんか3枚とか6枚、3枚とか4枚とか書いてたんですけど、その倍以上の返事をくださって、その先生が書いてくれた言葉にすごく救われたので、今感謝をしたいなって思ってます。なるほどね。なるほどな。でもその理由があるの？その感謝をね、はいはいはい、その手紙が来たなら、その返事が書けない理由が何かあったの？その時はやっぱり自分の周りの関係をどうするかっていうのに必死だったっていうのもあるんですけど、なんか感謝したいなとか手紙出したいなって思ってて、タイミングを逃して1年半ぐらい空いちゃって。なるほどな、はい、スーパービーバーのお二人は、こういったキュッさんがそのなんかタイミングを逃すというか、気持ちはあるけど、タイミング逃してもズル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 いって踏ん切りが今つかなくなったっていうことなんですけれども、はいはいはい、お二人はこういうこともありますか？いや、もちろんありますよ。そのね、今じゃないかもしれないとか、いずれもう少ししたら言える時が来るんじゃないかっていうのを勝手に自分の中で決めちゃう瞬間とかっていうのがやっぱりあって、でもそれってまあこれだけね、まだ30何年しか生きてないですけど、思ってるとやっぱね、一度思ったことってあんまり来ない、そのお礼を言えるタイミングとかっていうのは、その時以上にベストなタイミングって意外となかったりするから、もしもね、こういうふうに一度でも思えたりとか思い出したりとか、ずっと思えてるんだったら言っちゃえよって思っちゃう。嬉しいに決まってるから。柳沢先生は学生時代とかって、なんかこう悩みとか話せるとかっていう人って周りにいました？そうですね、結構まあ悩みは友達とも話してたし、僕は割とその自分の両親というか、にもちょこちょこ相談はできてたとは思いますね。だからまあこう周りにね、いる人に話すっていうことって意外と難しいけど大切なことじゃないですか。そうですね。キュッさん、はい、今ねお二人先生が言ってくれたけれども、はい、やっぱりそのね、本当に自分が最初に一回でも出したいって思ったっていう気持ちは絶対大事だから、もう出しちゃえよって渋谷先生が言ってくれてるけど、これやっぱ、で出した方がいいっすかね、やっぱ今でも。でもね、キュッさんが今でも出したいって思ってるんだったら、そう、自分がそう思ってるんなら出した方がいいと思うし、それ以外の理由で何かがね、迷惑かもしれないっていうのは、そんなことないっていうか、とりあえず自分の気持ちをまずは最優先して行動してみるっていうのを、しかも感謝を伝えるっていう行動ならばなおさらだと思うし、迷惑だなって思う人ってそれいないと思うし、むしろ俺は嬉しいんじゃないのかなって、本当に素直に喜んでくれるんじゃないのかなって思うから、まあ、少し時間が空いてしまったっていうその自分の引け目はあるかもしれないですけど、ね、確かに今言っていただいたみたいなありがとうの言葉とかっていうのは、そうですね、形にするっていうのは確かにと思いますね。キュッさんどうだ、先生の話聞いて。時間が空いてしまったっていう後ろめたさとかもあって、ずっと出せないままでいたんですけど、やっぱり今自分がなんか楽しく高校に通ったり、その友人関係に悩んだ時に、頼りにその手紙を、あれ楽しみがあることによって救われてるのも、やっぱり先生のおかげなので、やっぱりちょっと、あれ時間空いてしまったけど、手紙をもう一回出したいなって思いました。素敵だな、よかった、踏ん切りついて、よかったよかった。じゃあな、はい、思い切って、思いの丈全部手紙にぶつけて、出してみよう、はい。はい、
ありがとうな、アキツさん。ありがとう。ありがとう。ありがとうもスーパービーバー先生にとっては大切な曲ですね。そうですね、うん、そうですね、もう僕これ去年の7月 の、 あの、はい、クロマニオンズ、はい、の対バンの曲、はい、見に行かせてもらって、ああそうなんですね、最後にありがとう歌ってもらって俺もそれむくっときました。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、絶対言おうと思ってたんで、ありがとうございます。まさかここで姫出す、こわまあまあこっちゃったここしかねえ、嬉しいな。北海道15歳男の子、ラジオネーム北斗の竹のり。悩みなど相談できる人がいるのはいいことだと思う。いろいろと悩みを溜め込むのは心身的にも良くないよね。心を打ち明けられる人がいるっていうことに感謝だねと、今のね電話を受けてのパッコミで。そして愛知県18プル、僕も言いたいけど言えないことが山ほどあります。タイミングって本当に難しいですよね。タイミングをねやっぱり逃すともうズルズルやっぱさっきみたいになっちゃうから、やっぱ思った時にすぐ言うっていうのが、そう、ね、言えなくなっちゃう瞬間っていうのはやっぱ経験してきてると、うん、特にそうだなって思う。あの時に言っとけばよかったな、本当にもったいないと思うから。そうなんですよ、ね、うん、だから本当もうその時その時思ったら言う、うん、だから俺今言いたかったんだよ。もう今しかねえと思ったよ。いや嬉しいです、嬉しいです。ありがとう。いやそれにつなげるために今話したよ。いやいやいや今いやいやいやずるいよ、ライブで聞くありがとうの拍手しないだろ。千葉谷先生の言葉を借りて自分の気持ちを言ったから、まんまと、まんまと、まんまとですよ、今誘導事項みたいなもんですから、今のまんまとずるいよ、今のは。そんなことはないですもん。そしてね、ここでね、もう一つ、はい、ちょっと行くんですけど、岡山県24歳女の子、ラジオネームマキロック。マキロック、ずっとずっと前からこの時を待っておりました。これまで何度も番組内で曲が流れたりはしたものの、生放送教室に来校されたことがなかったスーパービーバー先生がついに生放送教室に。皆さんの来校を望んでいた声は本当に多かったので、同じく望んでいた私にとっても嬉しいです。メジャーインディーズ、そして2度目のメジャー、あまりにも激動すぎるバンド人生は本当に皆さんならではのすごいエピソードではないでしょうか。楽曲はもちろん、言葉の一つ一つのメッセージ性が強く、さまざまな経験をされたスーパービーバー先生だからこそ、きっと多くの生徒に刺さる授業になると信じていますと。何それ。今日ぐっすり眠れる。何？そうだね。これな、いやすごいいい気持ちで眠れる。こんな嬉しいな。嬉しいな。一発目の感想で何それ。そう思っちゃって。いや嬉しいです。ありがたいです、うん、本当にめちゃくちゃ嬉しい。嬉しいですね。そうやって生徒にも届いてね、はい、先生にも届いてというね。うん、まあでも実際にね、今もこうキスさんとも電話もして、はい、やっぱり。きっかけって難しいじゃないですか、うんうん、やっぱ自分一人で悩んだ時とかに、うんうんうん、やっぱ一歩踏み出すって難しくて、うん、そうね、確かにね、でもさっきみたいに電話でお二人がね、うん、先生が話してくれて、うん、なんか後ろめたさもあるけどそれも踏まえて書いてみますみたいな、ね、うんうん、一言を言ってもらえたっていうので、なんか僕の中でやっぱお二人が来ていただいて、改めてやっぱちょっとこの後ね、2時間、もうすぐもう経った、もう11時になりますけど、はいはい、あーな、すごいワクワクするなっていう気持ちによりなってます、うん、いやすげえいいきっかけをやっぱ与えてますもん、ありがたいです。いやでも本当ね、キュッサンみたいにこうやっぱ思ってるのを口に出すってすごい一個のきっかけだと思うんで、なんかこれすごいなと思いますね、うんうん、どんどんね、みんなも本当これをきっかけに思ってるとかガッとね伝えてほしいですね、はい、うん、はい、11時台も引き続きスーパービバ先生と一緒に授業をしていきます。学校掲示板、メール、すべてはスクールオブロックの公式アプリもしくはウェブサイトから。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京0332211800、東京0332211800。そしてこの後は一部地域を除いて我が校の飼育小屋よりお届け、豆柴ロックスということで、スーパービーバー先生引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 FM から全国38局へ向けて事業中、未来の鍵を握るラジオの中の学校、スクールオブロック、校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK、 共同の顧問です。さあ今夜の生放送教室には、はい、スーパービーバーボーカル渋谷裕太です。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。
ちょっとつまずいちゃいましたね。大丈夫でした今。逆になんか加速したような。自分が一番びっくりしましたね。しかもびっくりした声が、ね、声のトーンになってました。言えないと思って。柴先生もう目でも分かりました。あ、分かった。引き続きね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。スーパービーバー先生は4月から、はい、スーパービーバーあのアニバーサリー北海道ラクダツアー2020が始まる予定だったと、はい、いうことでございますけども、はい、15周年のね、はい、記念すべきツアーだったんですけれども、はい、まあ、コロナの影響で延期というふうになってしまいましたけども、はい、その機会っていうのはどういったふうに過ごされたか。そうですね、まあそのいろいろ歩みを止めたくなかったし、その聞いてくださってる方っていうのとやっぱり距離っていうのを離れたくなかったので、自分たちなりにいろいろ考えてこう配信をしてみたりとか定期的に、そういうことをやったりとか、あとはメンバーとあとはスタッフチームと常に話し合いをして、まあ、動き出せる最短で動けるような、選択肢っていうのをいくつもいくつも考えながら今は動いてる状態ですね。なるほど。まあなんかこう今ってすごく世の中のワードとして多いじゃないですか、延期とか、うん、そうですね、中止とか、はい、なんかこう自分自身もこうやっぱりその延期中止という言葉にこう、うん、本当に動いてる活動の中でも、うん、やっぱ自分たちの言葉で発してるところはあるんですけど、うん、なんかそこに向けてそれこそアニバーサリーライブを作ってくるっていうところで、はい、まあコロナの影響でね、まあ、残念ながら延期で、まあ、まあネガティブな意味じゃなくても落ち着いた時には皆さんと一緒にということではあると思うんですけど、うん、どうですかライブツアーアニバーサリーライブを作るって背景としては。うんね、常日頃こう特別なことをって、はい、15年経ったから特別なわけではないし、うんうん、まあ、ある意味記号的なものだと思ってるんで、はいはい、数字っていうのはでも、まあ、こうせっかくあ、ね、設けてもらった時期というか、はい、喜んでもらえたりとかっていう時期だと思うんで、それに向けて本当にいろいろなことをやったりとか、今までやれなかったことをやったりとか、うん、会場の大きさもそうですし、はい、そういうことも考えながら動いてたつもりだったんですけど、ね、まあまあまあ、しかしながらこういう風な状況になっちゃったら、うん、まあどんだけ時間かかってもやりゃいいかとは正直思ってます、まあ、そうですね、うん、今できなかったからずっとできないわけじゃないんで、今できないんならどっかでやろうってずっと思ってますね、うん、まあ、そのライブ制作の期間も経て、はい、今逆に向き合ってたものがちょっと違う角度で向き合う期間が増えるわけで、うん、またそれこそ楽曲制作してみるとか、うんね、あともう変な意味じゃないですけど、うん、ぶっちゃけダラダラしたのをメンバーと共有する時間にもなるわけで、うん、要は何もできない時間を共有するみたいな、うん、そうですね、そういうのでなんか新しくこう感じることとか、うん、あ、改めて見つめ直すとこあるなとか、うん、まあ楽曲制作の背景でもいいですし、うん、なんかそういうのってあります？あ、でもね、本当にまさに今京都がおっしゃってくれたように、はい、楽曲制作において結構スーパービーバーってアナログな作り方をしてたんですよ、これまでずっと、はい、まあ、まず僕がデモを作ってメンバーに渡して、はい、それをスタジオに入って実際音を鳴らして作るっていう感じだったんですけど、今今日来てないんですけど、その上杉、はい、ベースの上杉とドラムの藤原がそれぞれ家で作業できるように結構環境を整えまして、おお、まあ、結構いろんなアーティストさんやられてることなんでそれ自体は特別じゃないんですけど、はい、スーパービーバーとしてはかなり革新的なことが起きて、やっぱり結構常にライブをしてるバンドなんで、うん、なかなかそこに改めて時間を割くっていうのが今まで確かできてこなかったっていうのがあったんで、なんか今ねまた一個じゃあこういう時だから曲作ろうっていうのをメンバーでこうリモートでもやっぱりどんどんできるようになってきたっていう意味では、なんかこういうタイミングだからこそ踏み込めたところなのかなっていうのは思いますよね。これをきっかけにまた新たなパワーアップが、うん、そういや本当そうですね。まあなんかね本当にそういうネガティブな情報だったり言葉が多い時代ですけど、本当に明るいね未来をこうイメージしてなんか一歩歩み出せればなと思うので、うん、まあこの本当に日々変化する状況ではありますが、うん、詳しくはねスーパービーバー先生のホームページをぜひチェックしていただければなと思います、はい、お願いします、します。さあスーパービーバー先生を迎えてお届けする今夜の授業テーマは、届けたいありがとう。届けたいけれども届けることができていない、うん、ありがとうの気持ちを生徒のみんなに聞かせてもらってます。10代ね電話させていただいて、まあ、手紙でねどうすればいいか分かんないタイミングを逃してしまった、うん、っていうところで、まあ、話させてもらったんですけども、まあ、きっかけじゃなく、うん、今思ったことを形にしようと、うんうん、思ったのなら、ね、もう行こうというね、お二人と話させていただきましたが、はい、11代もね、はい、生徒に話を聞いていきたいと思います。もしもし。もしもし。校長の坂田です。
京都の小森です。そしてスーパービバーボーカル渋谷龍太です。ギターの柳沢です。なごもり、東京都16歳なごもりです。なごもり、ありがとう、ありがとう。なごもり、そして16歳ということで、うん、学年は、はい、つなけろあるよあるよ、わかる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 よ。これはもう一回いい、なごもり、なごもり深呼吸して一回な。俺もするよ、せーの、よし行くぞ。中二校には当たって、つなけろ、突っ走れ。よく言った、よく言った、よく言ったよ。これは中二校にはやってるんですけど、中二校に当たって砕けろ世代というね。素敵ですね。受験一歩手前で何でも挑戦できる、うん、なるほど、いやよかったよかった、もうこれでバッチリよ。長森、これからはもう自由に話せる。でも長森ね、はい、今日そんなね、届けたいけど届けられない思いがあるっていうことなんだけども、はい、それはね、誰に対するどんな思いなのかちょっと聞かせてもらってもいいか。いつも支えてくれるお母さんにありがとうという思いを伝えたいです。ああ、お母さんに、いいね。それはまたなぜお母さんに伝えたいなと思ったの？家が母子家庭で、うん、前まで北海道に住んでたんですけど、うん、お母さんとお父さんが離婚してしまって、うん、東京にいきなり引っ越してきて、うん、それが中1の時なんですけど、うん、もう環境もガラッて変わってしまって、もう友達ともいきなり離れて、いろいろ悩んでることとかあったし、うん、お母さんも大学の部活のコーチをしていて、うん、朝練があって朝早いんですけど、うん、朝早いのに朝練の前に早く起きてお弁当作ってくれたり、うん、仕事から帰ってきても早くご飯作ってくれたり、うん、ダイエットしてるんですけど、そのこととかも考えてサラダ毎日作ってくれたり、うん、うわー、そうか。辛いことがあっても、うん、友達関係とかで悩んでても、うん、なんか何でも相談乗ってくれたり支えてくれたり、仕事で忙しいのに休み少ないんですけど、うん、その休みの日にはなんかいろんなところ連れて行ってくれたりするので、うん、でありがとうを言いたかったんですけど、うん、母の日に、うんうんうん、言おうとしたんですけど、手紙書いたんですけど、手紙を書いた、お書いたんですけど、その時に喧嘩してしまって、うわ、そうか、渡せなくて、なのでこの際にきっかけがなくなっちゃったってことか、うん、なるほど、はい、まあどうですか、うん、僕たちは男じゃないですか、はい、学生時代、はい、スーパービーバー先生お二人はご家族っていう存在ってどんな感じ、うん、そうですね、おっかなかったですね。いや、はい、あ、そうですか。いや、両親ともおっかなかったなって思うし、うん、でもその中で、まあ、勉強しろは一言も言わなかったし、うん、ただその筋外さないことだけは、その人に対しての筋を外さないことだけっていうのにはすごく厳しかったので、挨拶だったり礼儀だったりとか、はいはい、そういうところはすごく大事に、育ってもらったなっていう感覚があるんで、もう本当に、うん、当時から感謝しかないですね、両親にはね、うん、柳沢先生どうですか。そうですね、まあ、僕も基本的にはすごい仲良かったと思いますね、はい、まあ、このなごもりちゃんのお母さんと彼女みたいに結構いろんなこと喋ってたと思うんで、でもだからこそ割とぶつかりやすいというか、その喧嘩も遠慮なく言えちゃうからこそ喧嘩ってすぐ起きちゃったりもするのかなっていうのは、なんか今のお話も聞きながら、なんか自分もそういうのあったなっていうのはちょっと思いましたね。喧嘩しました、うん、なんかやっぱりこう気を使うからこそ言葉を選んで喧嘩にならないこともあるじゃないですか、友達とかだったら、はい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 、でもやっぱ両親仲良ければ仲良いほど、こうお母さんと仲良かったら言えちゃうからこそっていうのもあるのかなっていうのは、自分もそういうのあったよなっていうのをなんかちょっと思いましたね、ある種言葉を選ばずに届けられてしまうっていうところもありますね、うん、そうですね、なごもり、なごもり先生、お二人の話聞いて改めてどうだ、はい、やっぱ喧嘩っていうのは些細なこととかだったりしたの？あ、めっちゃ些細なことです、
もうそこでね距離が近い分ね、うん、やっぱり言葉が強く出ちゃったところもあるもんな。喧嘩してからは、はい、今は仲直りは、もうすぐ仲直りしたんですけど、その時にああその手紙がまだ手元に残ってるんだね、そうだね、そうか、それはな、でも、はい、もう仲直りしたならね、はい、やっぱり伝えたいよな、お母さんにな、はい、うん、どうですか、ちょっとこれお二人に聞きたいんですけど、つっぱびわ先生お二人にこれ今、うん、手紙があるそうです、まあ、はい、伝えたい言葉もあるそうですけど、うんうん、これってやっぱきっかけ伝えれる時に伝えた方がいいと思いますか。そうですね、うん、やっぱり10代の自分とかっていうのは、はい、近しい人にこそ言えなかったりとか、うん、仲のいい友達だったりとか両親であったり、うん、まあ彼氏彼女もそうだと思うんですけど、近しければ近しいほど言いづらくなる関係ってやっぱすごくあるなっていうのは、うん、すごく分かるんですけど、はい、でまあ、こと両親のことに関しては、まあ、30超えてくると両親と一緒にいられる時間っていうのは尊いですね、うん、すごくやっぱ尊いと思うから、ああしとけばよかったこうしとけばよかったが絶対に起こりうる関係性だと思うから、今しかねえぞっつうのはちょっと思う、うん、うん、名古森どうだ、今しかねえぞって志賀先生は言ってくれているけども、今のうちにありがとう伝えたこうと思いました、うん、嬉しいね、そうって思ってくれたらね、うん、こうしてさ言ってくれてるしさ、今俺たちがこう、はい、もう今ねここの場には4人いるけども見守るしさ、ちょっと、はい、どうだ名古森、ちょっとお母さんに伝えてみるか、今素敵すぎて、はい、言葉にやばい、2回いました、今同じ場所にいるのお母さんは、いやお母さんあっちで聞いてます聞いてる聞いてんの、聞いてるんだ、なんてこった、うわ、じゃあもう届けれる、いけるか、今もう使っちゃえこれ、はい、電波、じゃあ、うん、4人で一緒に名古森の言葉を見守ってるから、はい、うん、伝えよう、いつも忙しいのに美味しいご飯作ってくれたり、休みとかも少ないのにいろんなところ連れてってくれてありがとう、世界一大好きです、いや、なんかね、はい、こんな素敵な場面に立ち会えて、はい、なんか最高だね、いや本当に今渋谷くんが本気で結構グッときちゃってて、はい、ちょっと危なかったね、ちょっとね、ちょっと危なかった、潤いがもう分かりますもん、名古森とお母さんが別々で聞いてるって背景も見えてるから、最高ですよね、多分今、うん、いやきっと合うんかなっていうね、部屋からガチャって出てね、どっちから行くのかはあれですけどね、最高ですよ、それはね、これ僕のわがままなんですけど、はい、相当メモリアルな曲なんで、うん、ちょっと渋谷先生から曲紹介もらってもいいですか、はい、聞いていただきましたのはスーパービバーで一言、そろそろ黒板の時間です、うん、今夜はスーパービバー先生に黒板をお願いしたいと思います、うん、それではよろしくお願いします、いきます、久しぶりそうですよね、この音も黒板にねチョークで書くのなんてね、もう学生時代以来だと思いますけれども、あっという間っていう言葉がすごく簡単な言葉ですけど、本当にあっという間、もう黒板の時間が、うん、そうですね、本当にあっという間でしたね、はい、書けました、では、はい、渋谷先生読み上げてもらってもよろしいでしょうか、はい、ありがとうございました、はい、あ、これについてですか、いやもう本当にこういっためちゃくちゃ今日の時間素敵だったなと思って、うん、こういう場面に立ち会わせていただくっていうのはやっぱなかなかないことだなと思ったし、うん、でまあバンド15年続けてきててこうやってラジオに呼んでいただいて2時間も生放送でね、うん、柳沢と私渋谷でこうやって2人、話させていただけるなんていうのはやっぱどう考えても普通のことじゃないなと思って、うん、本当にこの素敵な時間にこうやってたっぷりと私たちに時間をくれて本当にありがとうございましたという気持ちがこの一言に今しか言えない一言に込められてるかなと思います、一人で生きていたならばこんな気持ちにならなかった、スクールオブロックブルボンがお送りしました、東京
東 FM ウォーキンステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です、うん、もう下校の時間になってきました。寂しい、あっという間だって。いかがでしたか？楽しかったね。本当に楽しかったですし、なんかすごくいろんな気持ちをいただけたような気がしますね。だって頭あんなワイワイ騒ぎましたもんね。本当に確かに、うん、はい、だけどさっきもね、はい、もう話してますけど、やっぱあのお母さんとねどう出会うのかって、今しかも聞いてくれてんのかな、ラジオも。いや今もね、ラゴモリがね、あなた別々で聞いてたところ、もしかしたら今一緒に聞いてんじゃねえかなとか。もうたまんない、たまんないたまんないたまんないよ、たまんないよ、二人たまんないよ。でまあ、今回はねお二人ですけど、次回はぜひ全員で、はい、またラゴモリ君にもそういう風に来ていただけたら、遊びに来ていただけたらと思います。その時はまた一緒に盛り上がれたらなと、盛り上がってぜひぜひお願いします。思います。はい、スクールオブロックは明日夜10時に再び開校。起立。では最後一緒に柴美和先生も挨拶をよろしくお願いします。はい、でまた会